どうぞ。はい、おはようございます。山本家車中泊2日目始まりました。まだ何時今4時50分か、はい、いろいろ予定変更して朝日をね狙いに、はい、行きましょう、さっきの白浜も良さそうやったよね。うん、めっちゃ良かった。太平洋には珍しい。遠浅で波も優しそうやし、あとあれがあったね、ビーチホッピングっていう海上アスレチック。うん、楽しそうだった。そこまたゆっくり行きたいね。ね、それでは月曜に出ないかな。そうやね、平日で。今日はもう金曜日になって、土日挟んだらどこ行っても大変やから、ちょっとスケジュールどんどん変更で、もしかしたら四国半周かもね。そうやね、ちょっといろいろ考えながら行こうか、ね、まあ、飲みに行きましょう。はい、レッツゴー。綺麗な夕日が見れたらいいかな。そうや ね、じゃあ朝日か。お前朝やもな。はい、行ってきます。ボンゴちゃんすごいね、この違和感ねえ。ええか、あ、入ってんかな。立ち入り禁止とは書いてないよね。失礼します。みんなちょっと黙っとってね。すごい。魚いっぱいおりそう。見てくる。めっちゃ綺麗なやろね。多分透き通っとってる。穏やかやね、今日。行ってみようか。すごいね。もうここもうなんかすごいよね。ここってなんかあれなのかな。なんか。マジで神聖なとこなんやろうね。石垣とかでだってあれしとるもん、なんかこんなんとかさ、これなんかここね、神社みたいな感じなのかな。なんかおる、すごいモアナや、モアナ感すごい。うわ、すごっ。うわ、すげえな。失礼します。何ていうのかな、この岩の感じがグレーとか茶色とかいろいろ混ぜてて超かっこいい。よいしょ。あ、この真ん中はちょっとくぼ地になってるみたいですね。あー、かっこいい。マチュピチュっぽいねえ。すごい。え？あ、そうなんや。ご神木っていうか、ご神、うん、写真撮って。はい、ただいま。お待たせ。ガソリン漏れてないかな。エアコンです。よいしょ。
ました。お邪魔しました。まあ、ここなんかよいしょ、ピシャの岩、ピシャの岩、ここはどこですか。じゃん、室戸岬。ああ、マグマゾーン、さっき入ってみたマグマゾーンやって、亜熱帯植物ゾーン。あ、残念、展望台には入れませんでした。行きますね。あと、私の島にもあると思う。はい、あこさん、でも歩いて30分で帰っとったよ。うわ、なんか、海があるって、うん、ハワイとかこういうとこありそう。そう、ここが私のアナザースタイのさ、あの何、仏道が埋まっとる木みたいやな、めっちゃかっこいい、超かっこいい。入ったらダメなのか、いや、これでもただ、え、なんかね、人魚の足が転がる、すんごい、まずはほら、獣の、室戸×グランピング、ケース、いや、すごいな、50m か、もうすぐそこや、うん、泣いても聞こえるな、頼むのが猫に大丈夫、うん、うん、大丈夫、ちゃんと確認して大丈夫、ちょっとね、長いこと車でゴロゴロしてるとね、結構この何、個人の階段みたいな、結構階段、よいしょよいしょ、
かったね。うん。わっ、あ、ここは高いわ。わお。ああ、いいね。カメラスタンドがあるよ。カメラスタンドはあそこ三脚置くよ。ほら、あそこあそこ、さっき違うわ。私が行ったとこあそこだよな。すごいね。360度に近いパノラマビューです。あ、あそこや、灯台。あれ？あれ灯台ちゃうかな。なんだろう、苦手なの。ここは展望台。ね、素敵な展望台でございました。はい。よいしょ。うん。今日が今もう、デイ2の6時45分を回ろうとしているところです。8月21日金曜日ですね。もう週末よね。もっと月曜とか出ないかんね。このまま予定通りのスケジュールで行ったら柏島、猫が鳴ってないけどに着くのが土曜日になっちゃうんで、土日はもうね多分人多すぎて、はい、あまりそのね、山本家なりののんびりした過ごし方が難しそうなんで、今日もう戻ろう、一周しようと思います。もう今日で一周完結させようと思います。このあと、ちょっと室戸市街、町並みじゃ室戸の町中の方に行って、食材調達等々だとか情報収集して、で9時に廃校水族館っていうところが開くらしいので、中に飛んじゃう。にゃんこさん、ちょっと一緒に行く？友達増えた、仲間が増えた。いっぱい乗っとるよ。食べ物ある？食べ物あった？見つけれんかった？なんかあった？なかった？何も取らんかったん？取ったらええのに。子供ったけんいかんわな。あ、おかえり。猫好きさんのために猫ショット。次の場所に行きましょう。はい、ね、行きましょう。行こう。食べ。取れる？取れる。いた。行くよ。うん。ぶつからんようにしてよ、壁。車はぶつからんけど、顔ぶつけんようにして。ここでまっすぐ行こうか。うん。まっすぐ行く。取れる？取れる。はい、取れ。取れ。あ、はいね、ここにも津波の避難の、ありますね。で、室戸市街の漁師街をちょっとドライブしたので、次はあそこパン屋さん。はい。なんかあったんですよ、パン屋さんのどこかに。え？なんかあったんやけど、あった。奈良市山本製パン所に向かって行ってみましょう。